WHO テドロス事務局長に批判さと影響は今後数十年に及ぶ。先日 WHO のテドロス事務局長が COVID-19 に関して次のような声明を発表しました。国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を継続する。パンデミックは100年に一度の危機だ。影響は今後数十年に及ぶだろう。 最悪を出したと思われた国々が新たな感染拡大に直面しているとなっておりまして、まあ、こちら、WHO がこの COVID-19 の影響が今後数十年にわたって及ぶと判断するのであれば、なぜですね、中国において COVID-19 の発生が確認された時点で、 世界中の国々に徹底的な封じ込めを要求しなかったんでしょうか。そもそも WHO は昨年の時点において中国にて調査を行い、中国政府が COVID-19 を隠蔽していることを確認しているはずでございます。このテドロス事務局長については中国に買収されたと アメリカ政府が批判をしておりましたが、この COVID-19 によって独裁国家は感染症においても世界の公衆衛生においても脅威になることが証明されました。WHO はこういった独裁国家の問題について何らかの対策を検討するべきでございますが、今のところそのような動きは 一切ございません WHO にはテドロス事務局長にはこの COVID-19 についてなぜこのような事態に陥ってしまったのか徹底的に第三者に調査検証を依頼していただき今後二度とこのような問題が 発生しない体制を整えていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。